1980年代に人気を誇ったグループ C カーレースに力を注いだ日産は、グループ C の車両規則を徹底的に分析し、 3.5 リットル V 型8気筒ツインターボの新エンジン VRH35 を開発した。日産はこの VRH35 を英国ローラ社と共同開発した車体に搭載、 R89C としてヨーロッパの世界選手権、アメリカのイムサ、日本の全日本選手権、そしてル・マン24時間レースへ送り込んだ。さらに R89C をベースに車体の自社開発に取り組み、着実な性能向上を果たしていったのである。一方で FIA は1990年にグループ C の車両規定を改正し、1991年からターボエンジンを禁止する決定を下した。日産はこれを受けて新しいグループ C カー開発に着手したが、一方で全日本選手権だけは92年いっぱい旧グループ C 規定によるレースを続けることとなった。ここに着目した日産は従来のターボエンジンを搭載するグループ C カーの開発も続行。その結果生まれた最終進化型が R92CP である。1992年の全日本選手権に出走した R92CP は向かうところ敵なし。シリーズ6戦に全勝し、ターボ下級シーカー時代の最後を締めくくった。 VRH35 は高賞900馬力以上、ル・マンの予選用スペシャルでは1200馬力を発揮した。この R92CP の最高速は富士スピードウェイのメインストレートで時速400キロを超えたが、第一コーナーでブレーキを始めるまでその速度は伸び続けた。一方ダウンフォースも強力で、その力は最大 3.5 トンにも達したという。同時に R92CP はドライバーの運転環境に目を向けた最新のマシンだった。コックピットの設計ではドライバーの疲労度を軽減することが重視された。耐久レースを考え抜いたこだわりがその圧倒的な勝利を生んだのである。